ちょ甘いもん食うわ。終わりか思ったけど甘いもん。パルム。パルムです。パルムこれ 3本でさ、130円ぐらいやったの。3本でね、130円。うわ、うまそう。何これ。カステラに超絶えげつないあんこが挟まってる。めっちゃ食いたい、これ。何これ。やばいわ。パルムつけたいわ。パルムの店行ってつけたい、パルム。二度付け現金つけたい。いただきます。ピノやね。要するにピノ。パルムってこんなんやったっけ。でっかいピノやん。ピノやねこれ。な3本見た。ピノやだ。パルムってこんなピノやったっけ。なんかもっとパリッとしてたイメージあってんだよ。上の気のせいか。おいピーな。おいしいけどピーノやなこれ。半本買ったけどすげえなこの飲み屋。客一人しかいへん。え、このいきなりロケ入れんねん。前振りしてんちゃうの。行きますよって。野辺の飲食店街の一角を担う鳥吉は昭和34年創業。おいしい。おいしい。林長谷で絶妙に焼かれる串は鳥だけではない。やっぱバジルシーズン役立たないってね。うんちがねよく出るんだから多分いいと思うよ。体的にいいと思うよ。バジルシーズンでね、あの便通がね良くなった。まあ、元からやけどね。うまいな。万波さんの目の前のショーケースには鳥や牛。わあ、うわあ、トマトベーコンの串最高やん。タコとかね。うちゃん歯黄色いな。タコの串焼きねや。うまそうやな。まあ、パルムもうまいけどな。シンプルに塩でいただく。結構タコ好き多いんだな。というわけで、まあ、これで完全に本日の鍋動画は終わりです。というわけで、多分また明日やっから、明日の鍋動画でお会いいたしましょう。パチパチ協会でした。よっしゃ。よし、じゃあ本日も始まりました鍋。なんかこの端っこが汚れてんな。なんかこう鼻テープでやんの嫌やな。本日も鍋でやっていきたいと思います。今回はであっていいな。今回はこの間の味噌鍋の味噌鍋にした味噌を冷蔵庫に保存してたんと昨日のだし混ぜました。ほんといろいろやっていくと思いますけども、また開始時間になったら、開始時間でツイキャス始めてからちゃんと撮りたいと思います。というわけで鍋本日も開始。よし、よっしゃ。じゃあちょっと撮影始めましたんでね、コメント返せませんのでね。というわけで、まあとりあえずビールから
始めたいと思う。というわけで乾杯。本日はね、前の味噌鍋に味噌鍋のタレをね置いてたの。あ、俺は箸ない、お箸持ってきてないわ。割り箸あるかな。割り箸あるわ。さっきまでね、バカピナコいたんやけど、さっきまでバカピナコいたんやけど、ここの鶏肉盗み寄って叱り飛ばされて今追い出しました。ビビって逃げていきましたよね、あのバカ本と、あのバカ猫本と。まずは味噌鶏にしよう。 豚も入れたいけど、鶏とネギ、ネギ入れとこうかな。ネギね、ほい、うん、まいのクソ野良猫だわ、ほんとサンボなんか絶対やらへんのにな。あいつほんま癒やしく生きてるわ。癒やし生き物やわ、あいつだけはほんまに。ネギはもう先全部入れとこう。すごい怒られたからな、あいつな。すんごい怒られたから、多分寄ってこへんと思う。よし、白菜も入れとこうかな、芯の方な。はい、皆様いらっしゃいませ。続々と来てくださってますね。ありがとうございます。今日も一人鍋、今日も寂しく一人鍋、いつになったら二人鍋、パテモソ協会でございます。今日もどこかでデビルマンかのように、ね、今日もここで一人鍋、うん、よし、これで煮るパテモソ、あっといい煮るというわけで、煮れるまで待っててください。来週は東京ですからね。来週は東京行くから、来週は取られへんからな。その分も多めに取っとかな。ネギは置いときたい。ネギはね、後半まで置いときたい。とりあえずこの味噌的な味噌鍋ですから、今のところね。本日はちょっととりあえず今のところ味噌らしてもらってますんで、今日は行くぜ。もうあの最初から俺は一番嫌いな話、締めは何ですかっていう質問がありますけども、締めまで行く。今日は俺の一番答えたくない質問、締めは何ですかですけども、締めまで行くから。うん、というわけでこれ美味しいよ。さっきこっち見せようか、皆さんね。これ鶏ね。はい、鶏でございます。いただきます。まあ鶏胸肉なんでヘルシーだと思うね。火消しとこ。ちまちま行くよ今日は。うん、相変わらず鳥うまいな。うん、鳥やばい。やっぱ鳥はやばいわ。うまい、うまいよ。ライブすなよ。鍋だで、鍋。鶏肉うまいわ。次餃子入りよ。やっぱね、味噌鍋好きですね。味噌鍋好きです。うん、美味しい。ちょっと餃子入れるわ。餃子入れるわ。餃子な、餃子ね。うん、餃子入れます。今撮影中ですね。コメント返せませんから。冷凍味の素の冷凍餃子ね。味の素の冷凍餃子をパテモソ協会おすすめの、鍋には味の素の冷凍餃子、焼き餃子ですよ。焼き餃子を
皆様入れてくださいね。あっといさあ、これが煮えるまでお待ちください。